渡辺京子です。今回は検証動画、いろんなギターでバッドフィーリングを弾いてみようという、私が持ってるね、このギターね、ホテさんのギターなんですけれども、これね、これと、そしてこれ、これは私のメインギターになるんですけど、これはフェンダーのキャリキャスターですね、これですね。それとこのストラトキャスター、これはフェンダーのストラトキャスターというギターなんですけどね、かっこいいなこれ。2つ並べるとかっこいいですねこれね。なんかね、この、3本でちょっと同じ設定で、鳴らしてみると、どういう風に違うのかな、ね、やってみようと思いますね。世の中のギター大好きお父さんがね、いっぱいこうギターを買ってきて、奥さんからまた買ってきたのそんなに何本もいらないでしょうって、1本あればいいでしょうってね、そう言われるこう言葉が多々あると思うんですけれども、これはね、一つ一つ違うんだよって音が変わってくるんだよっていうのね、それをちょっと検証してみたいと思います。じゃあまずこのホテさんのホテモデル、これで弾いてみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォですね。これね、やっぱ特殊なんですよね。特殊なテレキャスターと、形的にはもうテレキャスターなんですよね。なんですけど、まあ、ヘッドがこのジャクソンヘッド、まあ、コンコルドヘッドって言ったりするのかな、あの尖ってますよね、先がね先が尖っている。そしてそのピックアップが特殊で、アクティブピックアップなんですよね。他のピックアップに比べてノイズが少ないっていうのが特徴なんですが、そのために後ろ見えますかね、この後ろのやつ、このカバーがあるんですけど、ここパカッて開けると電池を収納するところがあります。電池駆動なんですね、これね。そういうところがその普通のギターと違ったりするんですけれども、抱いた感じは普通のテレキャスターとあまり変わらないんですけれども、ネックがややこう平べったく感じるところがありますね。ホテさんもよくおっしゃってるんですけど、ちょっと弾きにくいギターだっていうね、そういうことをおっしゃってますけれども、こう平べったいフレット、なんていうかな、触った感じが平べったい感じが苦手な人はちょっときついギターかもしれないですね。じゃあストラトキャスターで弾いてみましょうかね。ワン、ツー、スリー、フォや歪みが強いというか、ね、パワーがあるみたいですね、これね。なんかちょっとジャキジャキ感がね、強くなる。あの同じ設定なんですよね、さっきのと同じ設定のところにこう刺してるっていう感じなんですけどね、だいぶ変わりますね。ストラトキャスターはボディの形が抱きやすいように工夫がされています。そしてピックアップが3つついている。これで音色をいろいろ変えることができます。リズムを刻んだり、ギターソロを弾いたり、あらゆる場面で使える万能ギターだと思います。初心者にもおすすめです。はい、今度はフェンダーのテレキャスター、これで弾いてみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。
まあ、これはこれで私悪くないなと。やっぱ好きだなって、これは私のメインギターなんで、やっぱこれも悪くないですね、なかなかね。テレキャスターは他のギターに比べ作りがシンプルです。そのシンプルさゆえに出てくる音がとても素直です。初心者が苦手とする弦交換、これも作りがシンプルなおかげでとても簡単にできます。初心者にはおすすめのギターだと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。ギターそれぞれで、ね、やっぱ音がちょっと違ってくるんですよ。うん、違ってくる。特にこうピックアップとかこう変えると、ちょっとねまた違った音になるし、ここいじくってね、こういろんな音が出せるね。ね、これ。これだけでもすごい楽しいですよね、エレキギター。まあコギはコギでね、楽しみもあるんですけど、まあそういうことでいろんな音がする、そういうことでした。はい、今日はこんな感じで、終わりたいと思います。ギターの悩み相談所の方はね、予定してるのがもうオンリーユー終わっちゃいますよね。オンリーユーの弾き方終わっちゃいますんで、次はあの季節が君だけを変える、それとさっき弾いたこれ、何ね、これバッドフィーリング、それとわがままジュリエットの超難しいところで、ね、そこをやる予定なのでお楽しみということで、で初級編も初級編で、あの本当基礎的なこと、バレエコードとかね、こういうのもあのやってきますんで、お楽しみにということで、サメ今日ギターチャンネル、今日はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた。